なんで学校は？どうなった？あ、扉がない。強制的に連れてこられたってことだよね。どういうことやろな。っていうか、ほんまにこれ俺らの学校か。ボロボロだよね。廃墟みたい。どの、いや、僕らの学校だよ。これなんでこんなボロボロな。なんか切られてるみたいな感じだよね。扉とかあれか、あの化け物の仕業か。断面が綺麗すぎる。私はこうはならない。なんかもっとこう巨大な刃物みたいなものじゃないと。巨大な刃物、それって別の化け物がいるってことかよ。うん、とにかく怪我していこう。はい、こんにちは。いや、マジ超お待たせ、ごめんな。やっと納得できたというか、うん、いや、なんか全然、なんか作っとったやん、昨日とか一昨日も動画撮っとったやんけど、いや、これじゃない感がすごかったよ、マジで。いや、絶対違うなと思って。これで終わったらマジやばいと思って。この方向でいったら。多分もう結構ね、終盤よ。もう終盤。11月の、もう多分ね、あと数日、まあ数日は言い過ぎか。けどもう11月の20日とかまで、もうほんと10日間ぐらいとかちゃう。ほんと、たぶん、ほんとそれぐらい。マジ多分それぐらいの感じかな。もっとかかるかもしれないけれども。でもまあ、ほんとに、マジで、結構もう、クライマックスにどんどんなってくんで、え？なんで？この人が？っていう、え？なんで？っていうような人たちがね、出てきたり出てこなかったりっていう。まあ、いろいろありますんで、お待たせしました。ここからもう、ノンストップで駆け抜けていくんで、お楽しみに。